藤原サネよおり、藤原のサネよりは、平安時代前期から中期にかけての苦行、歌人。藤原北家、関白、藤原忠平の長男。村上天皇の時に、左大臣として、右大臣の弟、諸助と共に調整を指導して、天略の地を支えた。しかし、高級の争いでは諸助に遅れを取り、外籍たることができなかった。 冷静天皇が即位すると、その狂気のために、関白色が復活し、サネよりが認じられた。ついで、遠友天皇が即位すると摂政に認じられている。また、夕食古日に通じ、小野宮流を創始した。演技十五年、九百十五年正月二十日、十六歳の時に元服し、翌二十一日に、除釈、十五位下。この女位は、 歌法王の口添えによって実行されたと、第五天皇御記にある。その後、江門佐、右子の江県少将、右子の江県中将等を歴任し、延長八年、930年に、倉人頭となる。須作天皇の延長を9年、931年に、三義に任じた。天行二年、939年に大納言に、任じられ、天行七年、944年に、 右大臣を廃する。サネよりが大納言であった、天行年間に一条の戦時をこむっていることが、大輝や柳原家記録中の、ス内は等によってわかる。村上天皇が即位した、天略元年、947年に、左大臣を廃し、同時に、弟、諸助は、右大臣に任せられた。天略三年、九百四十九年忠平皇居の後を受けて、 富士市長者となる。佐根寄と諸助は左右大臣として、共に村上天皇を補佐し、天略の地と評された。佐根寄は信子を、諸助は康子を、村上天皇の女子として受代させ、長を競ったが、信子は巫女を産むことなく死去し、一方、康子は、東宮の平親王をはじめ、ため平親王、森平親王を産んでおり、後に、これが、 双方の家の栄達に決定的な差を生じさせる。天略四年、950年にはのり新能が立大使が決定されたが、旧歴一文によれば、これは、村上天皇、恩師、須崎法王、諸助の密談によって決定され、逆に言えば、寂よりの知らないうちに決定されていたのである。後方四年、967年。 村上天皇が崩御して範平親王が即位した霊勢天皇。霊勢天皇には狂気の病があり、天皇を保筆するものが必要で、村上天皇時代には長く置かれなかった関白が復活し、藤原氏着流で長老の佐根よりが認じられ、同時に大乗大臣に部任された。同じ年に天皇の病気を理由として佐根を純切将としたが、その戦時が、 当時すでに死去していた、諸助の子である県中納言ン、コレマサ、倉頭剣家によって準備され、公式に戦時を発給する任にあるさねよりの子である、左大弁よりただにすら知らされていなかった。冷泉天皇は、諸助の長女中宮のす子が生んだ巫女だが、諸助もす子もすでに亡くなっており、諸助の子のコレマサ、金道、剣家たちは未だ弱年だった。よってさねよりが、 関白大城大臣、源孔明が、左大臣、藤原諸忠が、右大臣となり、冷静天皇の下の大閣が組織されたが、寂よりは関白ながら、外籍ではなく、自らの日記で何かとか論じられ、外籍用事にあたる諸助の子たちが調領していることを、嘆き、陽明関白、名ばかりの関白としている。天皇の即位例は、 通常大極殿で百官を集めて行うべきだが、天皇の病気が案じられ、寂よりは異常時に備えるべく大理内の死神殿で虚構させた。これは、寂よりの功績であると称賛され、以降、即位礼は四神殿で行われるのが通例となった。冷静天皇に狂気の病がある以上は、長い在位は望めず、弟巫女から早急に闘病を定めることになった。 同母帝で、年長の亀平新王が有力だったが、東宮には森平新王と決した。これは亀平新王の日が、左大臣源、孔明の娘であり、佐よりともろただが、源氏の孔明が将来外籍となることを恐れたためで、あった。安ンナ2年、969年失意の孔明に突如、無本の権威がかけられ失脚し、太財府へ流される事件が起きた、安ンの変。 サネよりはこの陰謀の首謀者とされているが、弟、諸忠、または、諸助のこのこれまさ、喧嘩を議定する説もある。同年、冷勢天皇は上位し、森平親王が即位した、遠友天皇。神帝がいまだ幼年であったためサネよりは摂政に、認じられた。だが、翌天六元年、九百七十年に病に倒れ、五月、皇居。 去年十一、小一位が追贈され、終わり国に封じ、精神公と死亡された。サネよりは石官を歴任した者の,の天皇との外籍関係を結ぶことができず、自らを、陽明館、名前だけの名誉職の関白という意味で、陽明関白と称している。また、映画物語が諸すを、一、サネよりくしきにの人。 モロスケとサネヨリとを比較して評していることから、サネヨリの政治的実験が乏しく、村上町においては、モロスケ、霊勢、園友町においては両天皇と外戚関係にあった、モロスケの子これまさ、喧嘩等が実験を掌握したと捉えられている。しかし、村上町においては、大乗官府、戦時発給の責任者である情景の回数がモロスケ、比べて多いことや、 冷静天皇即意識の際、通常大極伝で行うべきところを天皇炎のために四神殿虚構に変更させたこと等を考慮すると、サネよりの政治的実験は乏しかったとするのは、温当ではなく、さらに議論が必要であろう。夕食古日に詳しく、父、忠平の教いの地を受け、忠平の教いの地は、サネよりが、小野宮古日旧礼としてまとめた。 朝廷儀礼の一つである小野宮流を形成した。なお、サネよりの流派が、小野宮流と呼ばれるゆえんは、彼の邸宅名による。また、日記、精神工記、水心期とも言うを表していたことが、昭雨期等の一文によって知られる。なお、藤原近等が、精神工記のブレーキを作成する際に書写せず、原本を直接切り張りしため、 ブルイキ収録以外のものは保護になってしまい、元来の所持者であったと考えられる、金刀のいとこの藤原サネ金刀、サネとも共にサネよりの孫の奮劇を買っている。そのブルイキも昭和4年、1015年の藤原、乗道邸消防の檻に消失したため、現存していない。また、同じく金刀の北山章に、たびたび引用されている、四季も、 精神後期のことと考えられている。なお、サネよりは、忠平の、精神後期に注釈を加えた際に、自己の記述も、式と記しているが、北山商引用の、式には忠平が、第三者として登場することから、サネより自身は、精神後期のことも、式と称していたと考えられている。和歌に比で、歌集、精神工集があるほか、五線は歌集、 九種以下の直線和歌集に三十四種が再録されている。他に、小、宋の名手として知られ、特にことは、第五天皇より学んでいる。サネよりは多彩で、趣味も豊富である上に、きちんとした性格で人の模範として惹かれるほどであった。一方で、心の奥底が深く気難しい性格であったという、評価もある。月日は旧暦。特に指示のない限り、 苦行部人の記載による、源義有の女、秋子を母とする、藤原諸助、諸氏、諸忠は、伊母帝にあたる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。